で、まあ、その、昨日は、えー、甲子園行きまして。で、甲子園も、えー、っと、まあ、僕は、そたまにこのラジオでも話しますけど、甲子園行って席着いたら、どの選手になろうかっていうのを、まあ、決めるんですね、自分の中で。もう別にインスピレーションなんですけど、この選手になろうって決めた人、 なんだって自分が思い込むっていうやり方をするんですけど、その時にすごくこう、最初の練習で動きが良かったからっていう理由で、えっ、ー、と、福知山、整備の、ショートの子に、よしじゃあ俺この子に今日背番号6番になろうって思って、ずっと注目した1打席目からこう、いいヒットとかも打ってるし、結構こう、いい感じに、あのー、 シンクロしていって。これ、勝手な思い込みだけなんだけど、うん、いい感じにシンクロできてるときは、もうゴロが飛んでくるだけで嬉しいし、で、その、ゴロ飛んできて軽快にさばいたみたいなことが俺の手柄にもなってくから、すごくこう気持ちがいいわけ。で、全然別に、その、相手チームの沖縄小学に何の恨みもないんだけど、チームも順調に点を重ねて勝ってたから、 それも気持ちがいいわけ。で、かなりシンクロ率が上がってた、7回かな、8回ぐらいで、えー、っと、ランナー1塁3塁か、ツーアウト1塁3塁かなんかで、ちょっと、ま、ピッチャーもバテ気味になってきて、点差3点差で勝ってたかなんかの時に、ショートゴロ飛んできて、で、自分の印象では取って、で、もこれは難しいもんですよ。勝手な思い込みでさ、ちょっとした軽い、こう、暗示にかかってるからさ、 自分が取った感もあるわけ。自分が取った感もあって。ほいで、まあ、ツーアウトだから、一塁ランナーいるから、セカンド、一番近いセカンドにポンって投げれば、まあ、アウトだよね。で、終わりじゃんか。ほいで、パッと見たときに、俺完全にその、な、あの、実際に俺の位置は外野席の一番前ぐらいだから、遠いから、実際俺の目から見えるのは球場全体なんだけど、 感覚としてゴロが飛んできてるし、そのショートの目線に慣れてるわけ。一番、こう、いい感じに、こう,う、同一化し,してる。表依してる。それで、セカンド投げようと思ったら、思った以上にセカンド、一塁ランナーが来てねえなと思った。一塁ランナーが、えー、セカンドに到達するのが、思ったイメージより遅いなって、俺は、そして彼は、思った。ね。 じゃあ、もうちょっと丁寧にしてか投げていいかなって思ったら、地面叩きつけちゃうんだよね。で、それがなんか俺の中では、もちろん、本当にこう、視覚情報とかその時の状況とか、もっと言えば、えっ、ー、と、投げた瞬間みたいなの前後して記憶を修正したりはしてるだろうから、その、 予言とか予測とか、非科学的なことじゃないんだけど、そういう楽しみ方の中でだけど、なんか手に取るようにやっちゃったっていうか、俺がやっちゃった感みたいな。ので、そのエラーをきっかけで同点になっちゃうんだよね。で、完全に同点になっちゃった上に、逆転されて、で、その後の打席頑張ろうと思ってヒットは打ったんだけど、俺も。<laughs> だけど、追いつかなくてダメで。うわ、なんか、やっぱ高校野球すげえなーと思って。 でね、うん。で、まあ、この、福知山、えー、整備は、ブッチャブラザーズのブッチャさんの母校、なんですけど、ね。あの、沖縄小学に負けちゃった、みたいなね。で、また、名古屋に戻って名古屋に泊まるんですけど、ね。まあ、僕なんかほら、芸能人じゃないですか。芸能人なんて言うと、まあ、一流の場所に宿泊すると思うんですけども、あの、芸能人の、思う一流のホテルっていうか、まあ、ある意味あれですよね。 えっと、伊集院光が、えっ、ー、と、三つ星をつける。ね。まあ、最大が5個なら五つ星ですけど、最大十1十個星ですけど、まあまあ、伊集院光が、えぇ、ー、伊集院光ミシュランがマックスで星をつけるホテルの条件っていうか、ホテルは、どういうホテルなのかっていうことをちょっとお知らせしたいんですけど、特にあの自転車乗りに行くときとかなんかは、もう絶対です。絶対必須。絶対必須の条件があります。 それがですね、コインランドリーです <laughs> あのね、<laughs> コインランドリーですよ。多分ヒルトンとかにはすごいコインランドリーが、まあまあヒルトン一回も止まったことないと思いますけど、まあリッツ・カールトンとかには相当なコインランドリー、相当見渡す限りコインランドリーだったりすると思うんですけどね。 あの、多分100円入れて30分乾燥機が回るところ一流だからね。クルーガーランド金貨入れて5分ぐらいだと思いますよ。それは相当取ってくると思いますけども、超一流のやつですよね。ええー、だからもう、なんでしょうね。だからわかりませんよ。僕、そういうウエスティンとかは止まったことがないんでね、ね。止まったことがないっていうか、ウエスティンとか調べてもコインランドリーのアイコンが付いてないですから。東ー、コインなら間違いないですから。東洋コインならコインランドリーと電子レンジは間違いないんですから。えー だけど、<laughs> その、ね、世界の名だたる、まあ、一、超一流リゾートのね、えー、ご調べてもね、例えば、うんと箱根にある、一日、えー、お客様一組しかお、お止めしない、すごい、こう、旅館がありますよ、つっても、 いいですよ。別にそれ、しかも一泊お一人様、8万円みたいな旅館とかもありますけども、アイコンのところにコインランドリーがなかったら、もうそんなホテルは五流なんですよ。<laughs> そこ、いろんなアイコンあるでしょ。<laughs> もう100ポイズって今 iPhone がありますから、無線ランはいらなくてもいい。無線ランはなくてもいいですけども、コインランドリーはなきゃダメです。ね。あのー、まあ、コンビニ。 近くにコンビニがあってくれれば、電子レンジも最悪なくてもいいですけども、<laughs> ね。まあ、いろいろありますよね。その、ま、例えば、伊藤博文が止まったことがあるとかさ、ね。もう、も、もしくはもう、あの、口に出すのも申し訳ないぐらいの、す、すごい方が、もう、上宿にしてます、みたいなところでもう、ね。で、 えー、窓から富士山が見えようがですよ。ね、世界遺産の中にあろうがですよ。そのホテル自体が文化財であろうが、そこにコインランドリーのアイコンがないホテルなんていうのは別に明日燃えてもいいです、そんなものね。<laughs> なんな、なんでしょうかね。その、でまあ 自転車乗るときはそれプラス大浴場が入ってくる一番いいんですけども。で、そうなっちゃうともうドーミーインになっちゃうんですよね。この、世界のドーミーイン。一泊五千円から六千円。これをに泊まったとは、まあ間違いがないっていうことなんで、ドーミーインに。だってね、まあ、正直言いますけど、一流のホテルほどないじゃないですか。<laughs> 正直。一流のホテルほど、 あのー、コインランドリーが、ま、がない、ないんですよね。あのー、ないことが、ま、多いんですよね。で、実際一日中こう、はしゃぎ回って帰ってくるじゃないですか。で、そうするとそ、そあの、うん、一流のホテルには代わりに何があるかっていうと、あのー、フロント呼びは、クリーニングに出せるじゃないですか。だけど、一流のホテルほど、 T シャツとかやってくんないんだよ、ね、マジで。<laughs> その、Y シャツとかスーツとかやってくれるけど、T シャツやってくんない上に、あとね、夜中とか対応してくんないんだよね。その、やってくれる時間が決まってて、この時間までに、所定を手続きでここに置いてくださいってやると、明日までにはとか、もしくは、えー、お帰りになる日までにはやりますっていうパターンがあるんですけど、要はもう、そのー、なんだろうね。こっちは別にさ、あのー、 でもただのきったね、T シャツと短パンなんだから、パリッとのり付けしてくれなくてもいいし、<laughs> アイロンで線出してくれなくても結構なんですよ、そんなものは。ほ、ね、い、だから今回も同盟員に来まして、民でそので、そうすると、俺なんかもう汗かくから、ましてやその、このぐらいの状況じゃ自転車なんか乗ったら、1日平気で3、4枚 T シャツ買えますから。ね で、この3、4枚 T シャツ買えるのを3日あったら T シャツ12枚ですよ。軽く業者でしょ12枚っていうね。12枚の T シャツを荷物としてずっとしょったまま、フリマに行く人だよね。もしくはなんかすごい有名なデザイナーで、今月作れた分で12枚みたいな、そういう世界でしょ。だから、その、大荷物になっちゃうんですけど、その1日分さえ用意すれば、 その一日のやつを洗濯して、コインランドリー入れて、その乾燥機入れて、それで明日着れば、最低限の数で済むわけですよ。で、その死にかけた土曜日に関しても、夜同民の、その、洗濯場で、えー、っと、自分の、その今日着てた、もう、汗だらけの、その T シャツを全部入れて、 これで、その、今来てるやつはすごい迷うんです。<laughs> 今来てんのすごい迷うんですけど、これね、あの、同ーーンの今回泊まったところは、えっ、ー、と、お風呂場の前なんです。お風呂場の前がコインランドリーだから、 入れていいなと。<laughs> だから要するにこれ脱いで、パン一でコインランドリーの前で待ってるわ。僕あの、下北に住んでる頃は普通にやってましたけどもね。ね、普通に下北の普通の商店街の中のコインランドリーで、パン一で当たり前のように少年チャンピオンを読んでましたけれども、でも、あの、さすがに、ここ、まあ、ここまで超一流のタレントにね、なっちゃいますとね、なっちゃいますと、もうさすがにその、 コインランドリーゾーンにそのままいることは、まあ許されないなと思いますから、全部入れて、風呂に行っちゃうの。風呂に行っちゃって、で、ちょうどこっちは時間見てますから、何分後にできるっていう時に、ね、あのー、行ってやる分には、まあギリ問題がないだろうっていうことで、その、まあ、ド、ドーミーインライフを、<laughs> ド,ドーミーインライフを満喫したんですけど、あのー、 もう本当にね、良くない輩がいますから、良くない輩がいますとねあの、普通の洗濯機と乾燥機別じゃないですか。で僕、洗濯機に入れて、洗濯機は30分後に、まあ、あの終わりますよってなってて。 で、あの、乾燥機をやったまま、取りに来ない奴がいるんですよ。その、洗濯機終わったらすぐ乾燥機行きたいんですけど、乾燥機やったまま取りに来ない奴がいる上に、明らかに女性物が入ってると、男の、結局そこに書いたんですよ。もう、あのー、まあ、ドーミヒール常識ですよ。そこに放置してある奴は籠の中に入れていいっていうルールですけど、 なんすかね、女性もんを、パンチでこうやって、<laughs> そ知らない人のやつ乾燥機から、出せると、お縄なわら可能性が、出てくる。いや俺、俺ルール的には俺間違ってないですけど、なるじゃないですか。で、そうするとさ、もうさ、しょうがねえからさ、待ってるしかないじゃん。だから自分の、洗ったやつ、洗濯機洗ったやつはカゴに入れるけど、開いてないから、その、乾燥機が。 超一流ホテルだったら、見渡す限り、例えばラスベガスのもう超一流のホテルだとしたら、ですよ、超一流ホテルだったら、もう、左側が見渡す限りスロットマシーンで、右側が見渡す限り乾燥機ってことだってあるじゃないですか。<laughs> でもそこは一泊6000円ですから、乾燥機2台しかないんですよ。ね、100円の乾燥機が2台しかないですから、そうするともうその2台とも片方はもう回ってると。 で、もう片方に関しては止まったまま取りに来ないっていう状況で、で、そうすると、今度、俺の洗濯物で次の人に迷惑かけなきゃいけないから、俺の洗濯物をカゴに出して置いて、で、またこの風呂の方に戻って、ちょっとだけこう開けて、もうこ、この、たまにこうやって、こうやって開けるために、まだある、つくんで、たまに開けるために、まだあるっていうのをずーっと繰り返すっていう。 で、もう、その途中ぐらいからかな昼間は死にかけたし、俺は何をやってるんだろうっていう、ねあれ、ついさっきまでテレビに持ってたのに、つって <laughs>、昼間は死にかけた、ついさっきまでスポットライトを浴びていたのに、今はパンツ一丁で、パンツ一丁で、たまーにこう表のドアを開けては、まだ入ってるっていう、<laughs> 知らねえ奴のパンツを、知らねえ女のパン、女物のパンツを、<laughs> 早く取りこないかなっなてやってるっていう、な、なんなんでしょうかなんなんなんだろう <laughs> 今思うとさ、俺あそこでマックフロート飲んでなかったら終わってたのかな <laughs> マックフロート分、フロート分ぐらいだ、多分。マックフロートなかったら多分あの輪っか5センチ上空ぐらいまで行ったと思うんだよね。<laughs> その分押しとどまったっていう感じかな。で、その、コインランドリー,ンンドリーで。まあ、やっとさ、なんか、のこのこ気合ってさ、その、えー、乾燥機の中から物出してさ、で、い そいつが帰ってくなり、まあ、自分のやつ入れて。で、15分乾燥機100円でさ、で、もう4枚ぐらい T シャツあるから、15分微妙なんだよね。4枚で15分微妙だなと思って。で、もここは迷いに迷ったよ迷いに迷ったけど、ここは大盤振る舞いだと思って、これで200円さっき入れて、<laughs> デジタル表示30になって、で30分ゆっくり風呂入っちゃおうと思って、で、30分間こうやって風呂入る。 ゆっくり風呂入って。で、したちょっと早めに出てきちゃって、20分ぐらいのところで。で、あ、ちょっと早かったかなと思いながら、えー、っと、ドアをまた開けて、コインランドリースペースを見たら、まだ残り10分、残り8分ぐらいになってそしたそこに2人学生さんみたいな人が、俺の乾燥機を開くのを待ってんだよね。で、俺の中でやろう2人だからさ。 俺の中では、おそらく15分じゃ微妙だけど、えー、っと、まあ、20分ちょいやってれば、まあ乾いてるだろうと思うから、待たせたら悪いなと思って。だったら先に出しちゃおうと思って。もう、もうこれぐらいで乾いてるだろうから、もうと譲ろうと思ってさ。で、うちの家の乾燥機がそうだから、そういうもんだと思ったら乾燥機とかってさ、途中で開けたら止まんない。 止まんねえんだよね、これがど。普通途中で開けたらさ、あれぐるぐる回転してやるや止まんじゃん。心どう見んのやつ止まんないんだよね。で、止まんない上にさ、まあ暑いじゃん。熱くて、熱くて手入れてさ、1枚取って、2枚取って、3枚で4枚取ったってで靴下取ろうと思ったら熱くて回ってるからさ、回ってる上にさ、乾燥機の中ってさ、えー、な、ちょうどこう3本ぐらい、こう、出っ張りがあるじゃん。 あのー、そこでうまくかき回されるようにさ、えー、その、円筒形の中に、羽っていうかさ、その、洗濯物かき回すためのやつがあんじゃん。取ろうと思うと、あれが当たるから超熱い。あた,たたたたって言ってさ、5、6回までやってるわけ。やってるうちにさ、後ろにしては見てらんなくなっちゃったんだろうね。なんかその、その、熱い熱いゲームをやってる俺のことを。いつの間にか姿を消してるんだよ。<laughs> ほいでまた昼回しにかけたし、さっきテレビ出てたんだけどなと思いながらさ、<laughs> 軽く手やけどしてるしさ。<laughs> なんかそんなだよ、そん、なんか、なんかそんなだよ俺。ほ <laughs> いで、名古屋で晩飯食べるのにさ、居酒屋みたいとこ入って、で、えー、っと、個室居酒屋、最近その、 結構、ちっちゃくパーテーションの切ってある個室居酒屋みたいな。で、で、まあ、そこそこ様子のいいとこに入ったんだけどさ。案内してもらった部屋がさ、一畳ってことはないかな。一畳では、まあ1、一畳今日多分二畳はないみたいな、こう、部屋で。で、真ん中に丸い茶舞台みたいのがあって、本来二席みたいな。二人部屋みたいな。ほいで、なんか忍者意識じゃないけど、昔の茶室じゃないけどさ。 あの、入り口がかなり狭くなってるみたいところにさ、どうぞなんて案内されてさ、まあ、嫌がらせかと、<laughs> 基本的には。で、その、ちゃぶ台のところ、横ずらしてさ、ほぼ、その、1畳半かなまあ、それぐらいの大きさの部屋にいっぱいになりながらさ、で、なんか、注文するのを呼んでくださいみたいなやつ、呼ぶとさ、ガラガラって開いてきてさ、で、そ,そこで、こう、この、お、お刺身の三種盛りと、みたいな、頼むじゃんね。 でそうするとこの店がさ、割と気取った店なんだよ。なんか、偉い気取った風の店なんだけどさ。次から次へとさ、何か頼むたびに違うアルバイトが来るんだけどさ。で、そのバイトがさ、ドアを閉めるたびにさ、あ、移、はい、い,いんだよな、移い,いんだよな、っていう、言うわけ。で、いてさ、次したやつが、あのー、芸能人ですかとか言う、店員さんが言うんだけどさ、もうちょっとへそ曲げちゃってるから、その、だ,だ,だって、 ドア一つ隔てて聞こえるぞ、どうやったってさ、そ,その、簡易個室みたいなやつなんだからさ。それで、その、芸能人ですかって、もうへず曲げちゃってるからさ。あのー、いえ、なんつって、うん、ね。 で、もう閉まった途端にさ、な、な、なんてさ、いや、なんか、とぼけてる、とぼけてる、みたいな。<laughs> とぼけてる、あれ絶対移住院だから、みたいなさ。で、こいつがさ、もう寸前まで話してるのに、スーって当ててどう思って言うんだよ。ほれでまたね、閉めるとさ、あいつ何食ってたぜって言うんだよ。どうなってんだろうな。案の定さ、帰ったらさ、ツイッターにも書いてたよ、そう。ね <laughs> あれ絶対、とぼけてたけど絶対移住院だよ。高いもんばっか食ってやったみたいなこと書いてあってさ。なんなんだろうな、あの感じな。 なんか、まあ、最近、そのね、まあ、逆にちょっと思うのはさ、大変だなと思うのは、俺もバイトやってたけど、バイト先にもし芸能人来たら絶対言ってたと思う。<laughs> 絶対言ってたし、友達とかにも絶対言いたかったと思うよね。だって今でも覚えてるけど、未だにどっちかわかんないんだけど、 俺が高校1年生の時に冬休み、アメ横でバイトしてたわけ。アメ横でバイトしてて、同級生の仲良しの大野くんっていうのも一緒にバイトしてたわけ。それで大野くん、俺が飯休憩かなんかの時に、大野くんが、あの、コシジフさんか、浅岡ゆきじさんか、どっちかが来たっていうのね <laughs> ど。どっちかって全然違うだろう、コシジフと。 腰シジフブキは、あなたの、燃える手々の人だろ。朝岡ゆきおっぱいだろっていうことで、そう言うんだけど、いまだにどっちかわかんないんだけど、朝岡ゆきがコシジフブキしたんだよって、もう、その、おそばんで入ってた上原くんが来ても、高島くんが来ても、あの、みんな同級生だったから、必ず、今日昼間さ、腰シジフブキが朝岡ゆき来たんだよってずっと言ってたぐらいだから、言うんだよ、言うし、あと、 ま、ツイッターとかで言うならば、最近、ちょっとその、え、調子に乗ったさ、そのバカなことやってさ、大問題になっちゃうやつあんじゃん。アイスのケースの中入って写真撮ってさ、それで、えっと、そのお店、え、営業、休止になったり、オーナー変わっちゃったりとかしたりさ、あとなんか、 ステーキ屋さんかなんかで、足立区のステーキ屋さんかなんかでさ、冷蔵庫の中入ってまたそれをネットに上げてさ、ほいで、そのお店はもう閉店するみたいな。あと、それから告訴もするかんねんみたいな。訴訟騒ぎにもなるからねみたいなのがあってさ。もちろん、それ自体はもう、バカそのものはそういう時代だっていうことはわからない方が全然間違ってんだけど、あのー、これまたね、衛生面に関してはさすがにやったことないけど、 バカなことはバイトの最中はやったね。それもその身内だけで許される。まあだからこれが、それは許されないよって言われたら、許されないのかひんないけど、あの、例えば、あの、まかない、 みたいのを、うち、揚げ物とかもやってるお肉屋さんで、それで、メンチカツとかを自分で揚げんだけど、それをこう、一日日曜日とか、朝から夜までいる時は、昼飯の時にそのメンチカツを揚げて食っていいんだけど、その揚げるやつを巻かない分だけ、リアルなポコチンの形にしてあげて、それでいて、この食わせたりとか、その、えと、っと、 それも横にちゃんと玉金になるところはウズラの玉をかけたやつもつけて、それで、あの、キャベツもきちんとチンゲの位置に作ったやつを、まかないでだよ。まかないで食うところに <laughs> やって、バカみたいにゲラゲラ笑いながら食ったりとかしてたから、それがこう、許す基準によって、その、それすらもダメかもしれないし、俺の、俺、その頃の、えっと、俺感覚では、 政府っていうか悪ふざけの意気で、えー、許してたけど、まあね、えー、どうなのかわかんないけど、なんだろうね、その、ツイッターはダメだよね。やっぱツイッターを、どうして、お前の友達とかお前が見てほしい人しか見てないって思っちゃうのかね。ツイッターの機能がわからないまま使ってんのかね。でも、ちょっと幸運だったな、俺が幸運だったなと思うのは、 そういう、うん、今その問題になっちゃってる連中から比べたら自己弁護するわけじゃないけど、まだ俺は常識あったと思うよ。あそこまで常識なくはないけど。でも、世間にそういうネットっていうものが出るより先に俺この仕事に入ったから、その何かこう言っちゃいけないことを言って、人の耳に届くっていうことが、どれぐらい危険だったりすることかを先に知ってから、 ツイッターとかネットみたいなものができたから、まだいいけど、あの頃さ、カメラなんか持ち歩いてないから、その、俺が作ったまかないのポコチンの、かなりリアルな形のポコチンの、その、まかないを映してないしさ。あとはその、みんなでそのゲラゲラ笑ってる、お客さんとの見えないところでゲラゲラ笑ってるっていう、その、状況を、 別にそれ以上伝えることなんかありえないから、伝えることはなかったから、なかったしできないし、その選択肢も思いつかないけど、今さ、それが発信できちゃうっていう、 ことがどういうことかは相当考えないとね。で、俺は俺で移住に来たぜって言われてることをすげえ不愉快に思うけど、すげえ不愉快に思うけど、正直バイト先に来る名物のお客さんにあだ名はつけてたもんね。<laughs> 俺で、そのあいつまた来たみたいなことは、その、当然このお客さんには聞こえないけど、言ってたし、 お,お客さんに聞こえないっていう確信を持った上で、ま、あわかんないけど、そ,その、居酒屋のバイトの連中も、ドア閉めたら聞こえないと思ってんのかしんないけど、怒られたことはないから。あの、双子のばあちゃんでサンダとガイラってあだ名つけてる。<laughs> <laughs> おばあちゃんがいたけど、ばあさんがいたけど、サンダとガイラに怒られたことはないから、あの、サンダとガイラに気に入られてたから、それはないと思うけど、そういうことはやってたんですよ。ただ、だから、 そういうことを、A7 なんだし別に。さっき言った、そこの冷蔵庫に入っていいかどうかは別に。それはダメ。それはダメだし、それはやったことないけど、そういうバカなノリをしてしまうっていうのは、ちょっとわからなくはないんだよね。たださ、なんなんだろうね。その、俺らは、そういうこう、ね、ツイッターやネットが途中から出てきたから、うーん、慎重なのかね。 なんかそういう若いやつらの方が、全然そういうのに関して、敏感だったり、こう、その使い方は熟知してそうなもんだけどね。まあ、要は、人、その、若いか若くないかとか、慣れてる慣れてないじゃなくて、まあ、馬鹿なんだろうけどね。馬鹿だからなんだろうけど。だから今後ね、そういうのすごい、こう、う、えーと、バカがいるせいで、バイト入る時とかに、すげえこと細かに書かされると思うよ。今後多分、 結構大きな枠組みで、これこれこういうことがあった場合には全責任を取らせるみたいなことを書かされるんですよ。これでいて、これは、割とこう、法律的な用語になってくから、ちょっと広めに書かされるわけですよ。だからバイトしなきゃなんない奴は、そこにイエス、チェックをして同意しますって書かなきゃなんないわけよ。で、そうすると、ここまで悪意がないけど、広く取ればその範囲に入ることっていうのも起きるし、あと、 ね、言われたく、そんなこと言われなくてもわかるよっていうことも書かなきゃならないめんどくささもあるけど、またそういうことに、あのー、全然善良な普通のアルバイトの人とかも巻き込まれていくのは、まあ大変だなっつうね。